喋ってきましたけどね、映画のですね、まあ内容についてね、ちょっともう 話していこうじゃありませんかね。まあね、映画ね、まあ、何が大切かね、実製作映画ね、実製作映画に大切なものはですね、大切な要素、それはですね、最初が肝心なんですよね。最初、最初っていうのはですね、要するに映画の出だし、ね、オープニング、ね、これはもうものすごく大切なんですよ、ね、特にね、初めて、ね、映画を作る人、初めて、ね、こういう形になる作品を作る人にとっては、最初、ね、映画の冒頭部分というのはですね、もうむちゃくちゃ大切なんですよ。これはなんでかというとですね、例えばですよ、まあ、皆さんね、こう映画を見に行くじゃないですか、ね、でまあオープニングね、最初の出だしがなんか面白くなかったらテンション下がるじゃないですかね。でこれ本当に面白いのかなこれっていうね、まずね、まず最初にね、せっかく見に行った映画なのに金出して見た、始まるぞみたいな感じで見ようと思っていた映画なのに、いきなりその映画に対してなんか疑いの念を持ってしまうね。でなんかその映画のことをずーっと疑ったまま、こうね、話を見てしまうみたいなね。でその後ですね、まあ、商業映画でしたらですね、そこそこ見せ場的なものあると思うのでいいと思うんですけど、まあ最終的に納得いくと思うんですけど、納得できないものもありますけど、まあそこそこなものは見せてもらえるので、まあこんなものかと、まあ、いうことになるじゃないですか。でもですよ、やっぱりですね、映画ってね、特にね、もう名作とか言われる映画、面白いとね、昔から愛されている映画っていうのは大体ね、こう最初のもうオープニングからもうがっちりですね、見ている人の心をつかむね、そうじゃないですかね。例えばね、ね、スターウォーズいきなりデデーンというスターウォーズというなんかものすごいタイトルが、ね、出て、これが画面の奥にビューンと飛んでいって、でいきなりこうなんかこうストーリーの説明して、人とストーリー説明が終わったらもういきなり戦闘シーンですよね。まあ今話してるのはスターウォーズのエピソード4、新たなる希望なんですけど、まあその他のスターウォーズも割とオープニング終わった後に結構ドンパチやってますよね。エピソード3なんかもそうですよね。もういきなり戦ってますよね、あれ。というようにね、いきなりね、戦闘シーンが始まる、いきなり戦うね、こういうこと言ってるとですね、何を言っているんだ、ね、こう映画というのはですね、こう起承転結があって、ストーリーがあって、でこう最初はこう静寂だけど、徐々に物語が戻っていって、最終的にこう最
後はすごいものになるんじゃーみたいなね、あのね、もちろんそういう考え方もあると思います、ね、ただですね、やっぱり最初は盛り上げた方がいいと思うんですよ、ね、007もそうじゃないですか、ね、007も最初の、何分か10分ぐらいですかね、タイトルが出る前のいわゆるアバンタイトルシーンみたいなところですよ、ね、まだこれから007のタイトルがババーンと出て主題歌が流れる、ね、前にこうちょっとした戦闘シーンがあるじゃないですか、ね、まあ、全然ちょっとしてないんですけどね、これ007って最初はちょっとした戦闘シーンやったんですよ。それがどん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 回を増すごとにエスカレートしていてですね、でもう何ですか、Your Eyes Only っていうシリーズがあるんですけど、あれなんかは最初の戦闘シーンで今まで宿敵だったあれですよ、宿敵だったスペクターの首領がいきなり最初の戦闘シーンで出てきて007に殺されるというですねそこまでやってのけてますからね、ねえ、ですからやっぱもうね、最初は肝心なんですよ、ね、商業映画でよくちょいちょいそうやってオープニングでめちゃめちゃ力が入ってる映画って、まあ、007やスターウォーズ以外にもあると思うんですけど、なんかですね、以前何かで聞いた話なんですけど、まあ、スターウォーズや007みたいなシリーズはですね、もうね、花からもうね、大手プロダクションが作って、もう配給とかね、もうそんなもう最初からもう決まっているものなんですけど、なんかこう映画を作ったはいいが、こう買い手がまだついてないみたいな映画がこう映画祭とかでね、世界のどっかの映画祭に流されて、でそれをバイヤーが買いに来るみたいな、ね、システムが あるみたいなんですよ、ね、今もあると思いますけど、でそれをバイヤーがその買い手がね、映画を見て、やっぱね、映画を全部見終わった後に、ああよかった、この映画はよかった、じゃあこの映画を、買い取ることにしようと思ったらね、こう周りで見ていた別のバイヤーにすでに取られていたみたいなことになるから、そのバイヤーというのはもう最初の数分でその映画の良し悪しを見極めてね、ですぐさま数分見て、おこれはいけると思ったら、すぐにこう映画のロビーに出て、こう携帯電話で この映画は我が社で買い取る、ね、段取りをしてくれたまえとね、こう会社の事務員さんがなんか連絡するみたいな話を聞きましたよ。だから映画を作り手側もその辺を意識して、こうバイヤーにですね、この映画はいけると思わせるために、最初の方のシーンにめちゃめちゃ力を入れまくるとね最初の方でバーンとこうね、面白いのやって、後でへしょへしょとなる映画ってたびたびちょいちょい見かけるんですけど、もしかしたらそういうところを狙ってた映画なんですかねというねあれなんですけど、まあまあまあ、今のはちょっと完全に余談なんですけど、ね、最初にそうやって盛り上げるシーンを持っていくのがですね、いかに大切かというのはですね、こう漫画家のですね、こう島本和彦先生もそうやって言われているんですよ。で島本和彦先生の場合はその映画の話じゃなくて、漫画を描くときに最初にどんな、ね、シーンを持っていったらいいのかというのをですね、こう事細かく前ラジオで話されていてですね、それはどういうのかというとですね、最初の第1ページ目ね、第1ページ目をこう物語のオープニングで、第1ページ目だったらあんまこう盛り上がったシーンがじゃなくて、こういうのがこう最初のオープニングっぽい、なんかこう世界全体を映すような、ね、シーンがあって、で徐々に盛り上げていくのではダメだと、ね、そんなんじゃ読者がついていってくれないと、最初の1ページ目を見た時に、なんだこんな漫画くだらない、なんかあんまりなんか地味で面白くないなとね、そう思われたらおしまいだと、最後まで読んでもらえないところが最初の 2,3 ページでね、ペラペラと次の漫画飛ばされてしまう、ね、だから最初にどんなシーンを持っていくのか、
それはね、あのまず1ページ目でいきなり危ないと、ね、1コマ1ページ目の1コマ目ので主人公が危ないというシーンから始めたら絶対にあの、ね、漫画は盛り上がるし、ね、読んでいる読者もおおっと思うし、なんだこれは、何が危ないんだ、なんかめちゃめちゃこの漫画盛り上がってるぞと、ということで次のページをめくってもらえるみたいなね。だから最初に危ないを持ってくるんですよ、ね、スターウォーズ、先ほどお話ししたスターウォーズエピソード4、ね、あれ思い出してみてくださいよ、ね、スターウォーズバーンタイトルが出て、で、まあ、一応説明が終わった後もういきなりですよ、もうあのこうレイヤ姫が乗った宇宙船が逃げまくってて、後ろからそのレイヤ姫の宇宙船よりも数十倍のデカさの宇宙船がこうビーム砲でバンバン攻撃しながら追いかけていくじゃないですか、ね、もうまさに危ないっていうシーンから始まってるんですよ、ね、これはですねもう本当に、ね、あれなんですよ、こう島本和彦先生もですね、こう非常にこうあの大切な、ね、もう大事なことを言っていただいたと思ってですね、もうこのラジオを聞いたのもですね、ずいぶん前の話なんですけど、本当にこれは大切だと思ってですね、あの私もあの普段こう映画作りの中で、ね、必ずこうオープニングはこう、ね、危ないが始まるんですよ。ほんと状況説明がどうでもいいんですよ、ね、状況説明とか後ですればいいんですよ。最初に危ないってシーンからみんな引きつけて、何が危ないんだ、この危ないって言ってる人は一体何なんだ、誰なんだというのはもう後々物語が進んでいくときに説明していけばいいんですよ。それをですよ、最初はこうすかした感じで、この世界はこんな感じで、こんな感じで、ここにいる男は誰々で誰々でってやってたらですね、正直言ってですね、最後まで見てもらえないですね。というわけで、ね、最初は肝心、最初からクライマックスだぜということですよね。じゃあね、この話はね、ちょっと次回に続きますよね。じゃあ今週は以上です。